お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、職人飯か。今日職人飯です。夜バージョン職人飯。初参戦ですね、はい、職人飯。高校1年生の時から出会ったんだね。それからずっと友達の店で、あの糸魚川って中川区、何町になるの？野田町。野田町。まあここで、まあ、お酒は抜きんでね。はい。ちょっと楽しい動画を撮っていこうっていうことだね。はい。よし、じゃあ実際やっていこうか。じゃあちょっと飲み物、まあお酒禁止でやっていきましょう。はい。すいません、日本酒もらっていいですか？ちょっと待って。ウーロン茶やって。めっちゃ綺麗な方がいいからね、ミキ。新しい子。最近あった。そうめちゃくちゃ綺麗です。綺麗な声。お疲れ様です。お疲れ様です。もう顔は熱中症のことで炎上症だよ。まあ、つゆも上げて。焼きの話しよう。めっちゃゲロだ、熱中症も。熱中症、まあでも僕、現に機能なってますからね。熱中症気味なんかあるじゃん。めちゃくちゃ対策しようか。まあそうっす。もうだって塩飴とかも全部配っとるだろ。配ってる。金使って、食べ過ぎとかも全部配っとるじゃん。それぐらいうちはやっとって、その、行ってこいよっていう。お待たせしました。ああ、ですね。わっかしだった。わこの前あれ、ほんとに。あ、ありがとうございます。大和さんね、めちゃめちゃ俺いい仕事だよ。語ってたところやよし、はい、切り替えて、はい、まあ、また前働いたやつがモディだろ。モディか。何年越しモディだ。2、3年働いたやつがまた5年ぐらい経って、でうち結構こうやって来るよな。来る、来ます。やめた方が何回も戻ってくるよ。うん、そうそうそう。だって営業でもおるでしょ。行きますね。しかも大企業ってでしょ、あいつ。大手の上場企業入って、あ、そうそう、あ、で営業ね、女の子。はい。もうね、また帰ってきたじゃん。これ実話だよ、視聴者皆さん。マジで、ほんまに言いますね。YK だよ。YK 名前出すんだ。YKK最近店になったよ。YKK の K。YKK の K って何だってお前。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。マトバのとこは？ちょっと。使えるかい？使えるどう？いや、もうだいぶカットになっちゃいますよね。マジで？はい。お待たせしました。はい、ちょっとですね、はい、撮影中に入っちゃうと、はい、その最初からそのシーン全部3分4分撮らなくなっちゃうんですよ。もう全部使えなくなっちゃうんですよ。でもしよかったらその向こうにおるスタッフにちょっと声かけてもらったら、はい、あいつがタイミング見るんで、はい、できればそうやってちょっと声かけながら運んでもらえると助かるんですけど、はい、くるみが乗ってて、はい、いいですか。はい、お邪魔です。大城さんが僕が仙台出身地。そうだ、撮りましたね、一応でも。電源持ってるね。あ、ありがとうございます。出てますか。ラメさん、まあちょうど料理でさ、オープニング撮り直してもいいぐらいだな。そうそう、じゃあ一回止めます。ほんと？おおおおお、もっとガンガンですか。もっとガンガンですか。うわっ、お疲れ様です。またまた今日は、そうなんですよ、今日もすごい人来ますね。そう、ちょっとインスタグラムちょっとたまたま見つけて、はい、インスタグラマーの方なんですけど、はい、ちょっと連絡してまだ来ていただいたんですよ。え、ちなみに自己紹介なんかいいですか。カメラに向かって、はい、はい、インスタグラマーやってます、マリコです。マリコ様で検索してもらえば多分出てくると思います。出てこなかったらミシェリマリコで検索してもらえれば出てきます。よろしくお願いします。ちょっと検索していいですか。ちょっと検索させてください。あ、出てきた。お、すげえ。すげえ。完璧だと18歳まで見れないですよ。18禁ですからね。そう、投稿18禁ですからね。はい、ということでですね、はい、まあ今回は、はい、最近ね、まあ、僕結構インスタグラムの方呼ばれて、僕結構ドッキリかけられるじゃないですか。はい、まあ、今回社長をドッキリかけようと思いまして、はい、まあ、社長が来て、まあ、いざカメラ回しますってなった時に、まあ、すごい邪魔してくるという。店員さん役で。そう、店員さん役です。エプロンもちょっと着てもらってね、はい、女の人で社長にドッキリするってあんまなくないですか。ないです、多分初めてじゃないですか。そうですね、うん。で、今回はバチバチ揉めてもらって、はい、もう社長キレさせるまで。おー、もう社長キレさせる。まあ今から社長が、もうちょっとしたら社長来ますんで、はい、社長待ちましょうか。はい、そうですね、はい。
はい、優しくしてもいいと思います。いいですか、ちょっと優しかったんですよ。あ、優しかったですか。切れさそうだったらそれぐらいやった方がいい気がします。テク、はい、フテク、もう雑、雑、不愛想、不愛想、これ最高です。わかりました。最強サントリオ、社長が大嫌いの最強サントリオ、最強サントリオで、はい、はい、じゃあちょっと、まあ、多分社長が来てるんで、そうです、まず社長がお願いします。わかりました、じゃあ待ってます。お願いします。じゃあ気持ちを決めまして、はい、まあ実は視聴者の皆さん、これテイク2だけど、はい、実はテイク2ですけど、とある事件が起きましたんで、ね、いろいろあったけど、まあちょっと盛り上がっていこうか。何する、なんかさっき熱中症の話なんかしたっけ。熱中症の話、もう今更熱中症の話しても回らないよな。盛り上がらんすよ。はい、焼き鳥の皮でーす。ちょ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 、何入ってくるんですか。ちょっとさっきはチームしたんじゃないですか。すいません。とりあえず置いておきますけど、こっちもじゃあ開けましょう。僕も飲ませて。すいません。大人人間大丈夫かな。人間めっちゃマジで、ちょっと何回も言ってるじゃないですか、ね、いや もちろん僕らも貸し切れない僕らも悪いですけど、さすがにきついですよ。全部さっきのやつパーになっちゃったので、はい、僕らもちょっと早く取って飲みたいじゃないですか。うん、はい、本当にもう相手に声かけてくれた方が僕ら楽なんで、はい、うん、まあ、本当に本当に申し訳ないですけど、ちょっと、うん、なんかね、もう全部使いになっちゃうんで、本当に、まあ、さっきのやつ全部パーですよ、僕ら、はい、すいません、お願いします。胃が痛い。いただきます。ちょっともう一回、ちょっとじゃあもっとオープニングが通るしかないでしょ。お疲れ様です。すごいのか、実はテイク3、テイク3視聴者の人は分からないと思うんですけど、はい、今日職人飯か、職人飯、職人飯でみんなちょっと集まって、もう料理ちょっと出とるんですけど、カメラ止めてね、カメラ止めてね、はい、ごめんね。ちょっとお前さ、ちょっと大概だろ、ちょっとちょっと偉いでしょ、ほんと、自分もう中一生やん。ちょっと、大体、態度悪いって。ちょっと、ほんとに、もう本当にあいつ声かけてくださいって、マジで。はい、ほんとにしんどいですよ。はい、すいませんでした。自分で食べればいい。どうだよ、そういう時は。ちょっと待って、聞けさせて。ちょっと待って、ちょっと待って、料理冷めちまう。料理、待ってます。ちょっと、どうですか、思った感じ、怒った感じ。いや、ちょっと怖い、ね、ちょっと怖いな、ね、初めてだったら怖いですね。それやつ、僕も会ったことなかったら多分絶対あの、ね、近寄らんすもんね。とりあえず、まあ、社長が来たらバーバーって言っても行ってもらって、まあ、それでもちょっと怒らんかったら、なんかバスゲームみたいな、ビンタですか。ビンタ、ビンタ、ガチガチビンタよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、行きますか。なかなか勇気いりません。ビンタちょっと怖いですね。ビンタで、あっとなった瞬間左手で殴ればいい。やばい、やばい、やばい。とりあえず今回の企画は社長切らせるのがメインなんで、はい、大丈夫、もし何かあっても絶対助けると思う。本当止めてくださいね。もう全然止めてください。そこはタイミング見なかったから俺ら二人行くんで、なんでもとりあえず社長が来たら、はい、行ってもらうのか、まあ、それでももらっちゃうから、もう行けないみたいな、わかりました。で、それでもダメだったらグッパンでしたっけ。そうだ、グッパン。それでもダメだったらグッパン。やばい、やばい、マジでやばい。お願いします。お願いします。これでも今日は職人飯、はい、晩飯編、晩飯編。結構ね、毎回職人飯あの皆さん見ていただけるんで、はい、まあ、今日はちょうどね、リリーちゃんも連れてきたんで、ちょっといいですか、ちょっと止めてもらってもいいですか、カメラ。ちょっと何、ちょっと何、やばいじゃん。私ちょっと思ったんですけど、さっきの言い方どうかと思います。え、俺がか、はい、どうかと思います。いいの、え、だって社長さんで YouTube やってるのに、入って1ヶ月の話にああいう言い方するのどうかと思います。
分かるけど、それは、まあ、俺も言い方は分かるかもしれないけど、でも何回も言ってるかもしれない、俺何回も言ってるかもしれない。でも忘れるじゃん。いや俺忘れるの知らん、まあ、小学生じゃない、仕事しそうだ、給料もらっとんの。そうだけど、じゃあいいねえ、なんで俺入ってきたの、さっきトイレも行ったのなんで行ってこなかったの、なんでこれカメラ回った時にやる、さっきからほんとそうだ、じゃあいいねえ、じゃあ後でいいよいいよ、じゃあ分かった分かった、撮影終わったら話聞いてあるもんね、そういうのじゃなくて、そもそも上がるし、じゃあ何言ってもほんといいよ、じゃあ何が言いたいの、何したいの、いや気になる、じゃあ気になるのは分かったもんね、じゃあどうしたいの、何が言いたいんですか、とりあえず謝って、謝ってほしいの、謝って、何を謝ってほしいの、気分悪くしたんだからさ、謝って、何を謝ってほしいの、何を謝ってほしいの、さっき私のことぶちゃくしたの、やだ、まあいいやいや、もうじゃあ謝ったらもう帰ってくれる、もうお前の顔に見るみたいな、謝ろ、私も見たくない、お前の顔、小学生みたいな脳みそのやつに大人な会話した僕が悪かったです、ごめんなさい、せーのちゃうえ、せーのちゃうえ、せーのちゃうえ、おーおーおー、ちょ、おい、ちょ、なんだじゃねえか、お前、殴るぐらいなんだろ、じゃ、さすがにいかん、社長、めちゃ怒ってる、社長、めちゃくちゃ怒ってる、めちゃくちゃ怒ってる、何これ、社長、向こう見てください、なにドッキリです、社長、おびえてます、おびえてます、おびえてます、ドッキリでしょ、ドッキリです、ドッキリです、本当になってるし、本当になってるし、すごい受かっちゃったんですけど、ちょちょちょ、本当になってるし、ちょちょちょ、ドッキリで泣いてるんじゃないでしょ、本当になってるって、大丈夫、ごめんなさいごめんなさい、え、本当に泣いてる、ドッキリで泣いてる、いやもう終わったよ、もう終わり終わり終わり、怖いんですけど、本当にドッキリ終わりっすよ、ドッキリ終わりましたよ、じゃあドッキリですけど、ちょっと影ってあるじゃないですか、ちょっと痛かったんですけど、本当に無理です、私もう、いや本当に無理です、無理です、私これ本当に痛かったんで、もう本当に痛かったんで、もう本当無理ですよ、ちょっと痛い、え、マジないと思う、自分が好きなのは、いや、知らないです、言わないで、わらかじは何か買って、もう無理なんですけど、本当にもう帰っていいですか、私すごい痛かったんですけど、もう帰っていいですか、何トンちゃん、そこ美味しいなって知ってごらん、声で食べるって言うたら、本当に、うん、そしたら、帰りたい、俺だけ言ったら、本当嫌ですよ、本当に嫌だよ、お母さん、ドッキリ、分かってますよ、いや、それは、これは俺なんですよ、はい、痛いのは嫌だけど、お疲れ様です、お疲れ様です、社長、ヨーグルト食べながら、あれはまずい、ちょ、それはいいんだけど、視聴者がまず泣いたのも仕込みって言ってよ、ちょ、視聴者がさ、俺本当にやべえと思って、ちょ、お前の顔引くと思って、僕とリリーちゃんは知っとって、うん、で、リュウジ君が後から来たんで、うん、急遽っすよ、はい、最後泣いて、じゃあもう両方騙しましょうみたいな、ドッキリでしょ、ドッキリっすよ、ドッキリっす、いや、本当になってるし、またインスタグラマーか、びっくりしたんですよ、思いのほかめちゃくちゃうまかったね、泣くの、ちょちょちょ、僕も最後やったから、あれ、こぼしてないのちょっと怖いわ、うますぎる、ちょっとインスタグラマーね、はい、そうです、カルテ18禁です、やばいっしょ、18禁ですよ、マリコ様でいけるの、だからオープニングでこれ解説もしてんの、はい、マジこの雨舐めとるやつ狙っとるな、何舐めちゃっとんこれ、まあちょっとね、動画などで見せれんけど、はい、まあ、ぜひ検索しちゃってください、はい、どの嫌なんすよ、これ、まあまあ、どの嫌なんすよ、映像ではめちゃくちゃ嫌なんすよ、いや、いいや、あれはわざとやっとんちゃうの、まあ、わざとドッキリだよ、わざと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 、まあ、そんな感じです、はい、まあ、今回リリーちゃん変なやつ連れてきてね、面白いですよ、いや、面白い、また大変なって運ぶものなんて、まあ、ぜひじゃあ、また、あの、インスタも検索して、フォローしてください、お願いします、またねー、ここで、うーん、チャンネル登録お願いします。いいね。
いや